上が、業外、下が、副外業外または、世界とは、主に人の解剖学や、その応用である、介護、看護学、スポーツ医学や、その他分野における体位の表現の一つ。体の長軸を重力ベクトルに対して水平に、静止させた、水平位の一種であり、背部を地につけが称させた、いわゆる仰向けに寝た姿勢のことである。歯科など、 在と水平位を頻繁に変換する領域では、水平位を境外とほぼ同義な用語として用いることも多い。この単位において、顔面は天を向け、上肢は体幹側で自然に進展させるのが一般的である。肢は左右に少し開いて自然に進展させるか、膝の下に枕などを敷き少し屈曲させ、足関節は中間くらいとすると筋肉への負荷が少ない。また、 脊柱の湾曲に沿って、頭頸部や大腿部、および側底部を枕で支えることもある。重心が低く、モーメントとして安定しており、背部が基底面となり、体の支持面も広いことから物理学的、生理学的な静止状態を得られやすい体位である。また、全身の筋肉の緊張が最小で、骨格や腱などの運動機械に対する重力負荷がほとんどないことから、 生体エネルギーの消耗を最も節約できる体位とされている。循環器系に関しては、頭部、体幹、四肢の各部が心臓とほぼ同じ高さになるため、全身の体循環、ことに腹部内臓の血流量が上昇する。同時に、右心への静脈管流量も増加し心臓の容量負荷が増大するため、特に心肺機能の低下時には注意が必要である。休息時、 就寝時に取る自然な体位であり、安静が必要な患者や、被害助者にも適している。内科的な診察、処置の際や、外科手術の際に、好んで用いられるが、在、腹外、失教くらい、採石医などの他の体位との使い分けも適宜なされている。この姿勢を取る者自身の意思の有無によって、能動的業外と受動的業外とに分類することができる。後者は、衰弱や、 意識障害などが原因となり、自身の意思のみでは業外から他の体位に変わることが不可能になった状態を指す。長時間の合唱の際は、有害事象の可能性を考慮する必要がある。有害事象として代表的なものに褥瘡があり、背部、伝部及びかか,かと部に後発する。特に業外では、第二線椎に重心があるため、仙骨部の褥瘡は頻度が高い。 直送を防止するためには、体位変換を適切に行うことが必要である。さらに術後の際や、意識障害がある場合などでは、軌道閉塞や誤演も念頭に置き、枕を外すなどして、頭部の向きに注意する必要がある。1992年、米国小児科学会は乳児を業外とすることで、乳幼児突然死傷候群の発生率が優位に減少させられると発表した。 日本小児科学会でも、健康な乳児は業外で寝かせることを推奨している。しかし、その結果として乳幼児が長時間仰向け寝の状態に置かれることになり、乳幼児の頭蓋変形が飛躍的に増加した。そこで、乳幼児の頭蓋変形を予防するために、タミータイムを取るなどの予防法が行われている。ABCDEFGH 内園工事、小坂樹徳。 看護学大辞典第4版、メジカルフレンド社、1994年11月、449ページ。ABCDEFGHIJKLMN、張り直美、業外、看護学辞典日本看護学協会、2003年3月、150ページ。ABCD 大橋由美子ら、看護学学習辞典、第2版、学習研究者、2002年11月。 796から799ページ。竹内十五郎。内科診断学。改訂十五半。南ウェド九1997年5月。P60。ラクラン。ジェールソン。T.G. ディアス。MS。コミッティーオンプラクティスアンヤラトリュメディシン。プリベンションマネージメントオブポジショナルスカル。リフォアマティス・インファンズ。P.D トリックス。128。 123641ドイ、10.1542ペーズ2011から2220プミド22123884万ありがとうございます